ここですね。잠실세내駅。아저씨세마을시장이어디로가면되나요세마을시장이예이계속걸어가요계속이제가면돼요예시이닭이됐네목소리됐네타이야키됐네타고가니고천천올라가라아메리카노하죠오뭔가こんな感じですかね餃子とねじりドーナツもありますね人気かもしれませんね3つで200円ですね。でも3つ食べれないのはご飯のどうかだし。3つ200円。あ、ニンニク売ってますね。韓国どこでもニンニクよく売ってます。おネギとかですね。白菜もちっちゃい。美味しそうですね。これキムチの材料ですね。おお、キムチ売ってますね。これネギキムチ、これも生キムチだと青いの美味しいです。もう生キムチ、今つけたばっかだと思いますね。つけたてですね。コギキムチといってて、こういうのは味が真ん中に、ね、濃縮されて美味しいと思います。これはかキムチですよね。こちら大根のキムチ。こうやってビニールに入れてても、このキムチもね、中央ぐらいの、すごい小さくもない、大きくもない、カクテギとは違うけど、トンガキムチって言ってて、これは美味しいですね。その味にもよるけどね。そうですね。これも、いつもこういうの見ると、ソンイを思い出しますね。ソンイが好きなお菓子屋さんありましたよ。タチウオもありますね。ソンイタチウオ好きだが、タチウオ見るとソンイ思い出します。私の好きなホットありましたよ。ここから一番始まりますかね。これ、ネギついてて、なんか野生のというか、野原にあるナムルですけど、体にもいいし、ちょっと苦いけど美味しいですよ。私は田舎出身だからこういうのも好きだし慣れてるので食べてみたい。ほうれん草がねなんか枯れてるんじゃないですかこれね。すごいな。ケランパンもありますね。なるほど。千葉の中っていうのはまだもうちょっと歩かなきゃいけないですかね。積んで韓国のそのソーセージみたいなですね。豚肉の地とかを塊の。冬の勝負地ですね韓国のね。これキムタンって言ってて冬支度ですね。韓国。おおすごい。大根大きいし山積みですね。おばちゃんたち、おばあちゃんたち、おばちゃんたちが、こうやって作業しながらね、売ってますね。かぼちゃでかい、すごい。いいなぁ、みんな。面白い。あ、来てよかったなぁ。いいですね。食べ歩きの市場ではないですね。普通の地元の人が主婦が主に家庭でいるいろんな食材とかを買って帰る市場ですね。自然発生のここですね。うなぎですね。ああ私が好きなチヂミありますね。帰りちょっと寄ろうかな。安いかもしれません。人が多いとかやっぱ安いので。薬剤ですね、ここは。雑穀とか。サラダ300円、高すぎ。ショックです。ここいっぱい飲めるとこですね。もし旦那さんが一緒に来たなら、昼飲み時々飲むので、
このユッケのとこで。ユッケは食べないかな。でも、あの、市場の外れですね。歩きながら食べるのはもう恥ずかしいぐらい、誰も食べ歩きの人、もし私が買って食べるんだったら、私一人くらいかもしれません。夏目ですね。スープ屋さんですね。五臓ですね。キムチを作るときに入れる桜エビですね。これ生きてますこの感じ。昔スーパーがなかった時代の、うん、伝統の市場。戻ります。思ったより早く終わっちゃいました。そこまでの規模の市場ではなかったです。もうこれもなんか特徴のある市場ですね。市場好きな私も市場マニアに近くなってきました。えいすもこがけよ花まんじゅうしげさん。花どもがちもがぶだよ。ちょっと待ってよ。日本の長ユーチューブいいよ。あのもち米らしいですね。私ホット大好きですから、ちょっとここで食べてきますね。開けてましたよ、うん、なんか黒と黒い砂糖を入れてて美味しいですね。ホットいつでそこで食べてました。ホット大好きだから美味しいです。